Peggy 7.何気ない日常が、笑顔が、
泣き顔が愛しかった。人が存在しなければ生まれない絶望が人を滅ぼすの。それはこの世界の大いなる矛盾だわ。俺は真実が知りたい。教えてくれ、輪廻転生は誰のためのものなんだ。怒り、悲しみ、恨み、憎しみ、人が人と関わることで絶望は生まれる。それでも、いや、だからこそ人の思いと命をつなげたいと俺は願う。